多くの観客が見守る中、たった一人でリンクに立ち、緊張と戦いながら演技を披露するフィギュアスケート。彼女が今回の主役、白岩優奈、17歳。持ち前のスピード感あふれる演技を武器に、彼女はこの大会で優勝した。地方の大会なら、彼女が表彰台に上がることは珍しくない。当然って言えば当然なのかもしれないですけど、そういう彼女が目指しているのはオリンピックで金メダルです。しかし日本の女子はね、もう世界で戦うよりも大変というぐらいもうひしめき合ってますでしょ。平昌オリンピックで4位入賞した宮原さと子選手を筆頭に頭角を現す選手が次々に登場。まさに戦国時代だ。同世代の選手が世界の大舞台で表彰台に上がる中、白岩はまだ結果を出せていない。もう1キロは痩せてほしいなって思うんだけど集中がどっかでちょっと途切れる。意識改革をもうちょっと期待していますが、トップアスリートたちがしのぎを削る日本女子フィギュアスケート界。世界の大舞台を目指してもがき続ける17歳のリアルな日常を覗き見覗き見。近年スポーツに力を入れている京都陵陽高校、白岩はここに通う2年生。スケートリンクでは大きく見える白岩だが、他の生徒と比べると随分と小柄なのね。どうやら球技は苦手なようね。ボールが回ってきた、チャンスよ。シーズン中は国内だけでなく海外を転戦することも多い。学校とフィギュアスケートを両立させる生活は大変ね。白岩。She just came back from Russia. How are you? I'm so sleepy. You sleepy? Jet lag.彼女が出場したグランプリシリーズをテレビで見た人はいるの？あんなん白岩さんのところだけ見たわ、ほんまに。なあ、そこだけ録画した。ライバルめっちゃ一人やん。彼女の熱烈なファンなの？ファンです。どんなところが顔を変わってるよ。演技のどんなところが良かった？トリプルアクセル。学校生活を楽しむ白岩も普通の17歳と変わりはないようね。白岩が所属する関西大学カイザーズフィギュアスケートクラブ。フィギュアスケートは年齢と実力によって大きく3つのクラスに分けられており、白岩は2年前から一番上のシニアクラスで競技を続けている。
白岩が指導を受けているのは浜田美恵コーチ。浜田コーチといえば、宮原さと子さん、関西大学全日本選手権で4連覇を果たした宮原さと子選手、そして白岩よりも1歳年下で共に競い合ってきた紀平梨花選手を鍛え上げた名コーチだ。このクラブには浜田コーチ以外にも白岩を指導しているコーチがいる。ここでチェンジする。これ一緒一緒。こうでしょ。はい、このままチェンジしてここで、はい。そう、そこアウトのまま動かない、アウトのまま。白岩が幼い頃から見続けてきた岡本春子コーチだ。必ずここまでひねってここまで戻さないと。小さい時から割と身体能力がよく、ジャンプのキレがいいっていうのかな、ズーンと上がるのがピンとこう、なんていうんだろう、ピッと跳ねるような感じでね。白岩がフィギュアスケートを始めたのは5歳の頃。2006年トリノオリンピックで演技をする荒川静香選手をテレビで見て、これをやりたいと両親にせがんだのだという。所属するクラブでの練習だけでは熾烈な競争を勝ち抜くことはできない。自分でリンクを手配して自主練習することも必要となる。そんな白岩を両親は全力でサポートしてきた。なかなか本人ではこう分からないところがあるので、ビデオで撮って後で見せて、こういう動きしてるよとかっていうのを。共働きの両親はこの日も休日を返上、2人揃って娘に付き合う。自宅に帰ってすぐに父親が撮影した動画を見ながら反省会。ターンして飛ぶ、ほらワンテンポ遅い、わかる？ターンしたら飛ぶって思っといたらいいじゃん。難しいで、うん、厳しいアドバイスをする母親のちかさんだが、フィギュアの経験はゼロ。12年間娘の練習に付き合っているうちに目が肥えたらしい。フリーのステップの、これ何なん？何で失敗してんの？回りすぎか？これ回りすぎ、こけてるの、うん、回りすぎ、回りすぎって何？何、4回転フリップでもやるつもりなの？頼むからあれ本番でせんといてな。さらに両親が苦労しているのがお金。振り付けや衣装代、海外への遠征費などで年間およそ600万円が必要だという。4人兄弟の末っ子で一人娘の白井は、フィギュアスケートを続けたいという本人の希望を叶えるためになんとか家計をやりくりしていたのだが、すごいその負担だったんですよ。だからオリンピック行く人ってな、みんなスポンサーついてるもんね、うん、ぐらいですよ。だから個人では無理と思って、でもちょっと諦めてもらうと思って。そんな矢先に知人から勧められたのが、クラウドファンディングで活動資金を集めるということ。クラウドファンディングとは、ある目的のためにインターネットを経由して不特定多数の人から資金を集めることだ。日本はそういうのちょっとみんな躊躇するけれども、当たり前のことだし、逆にそういうのが広まっていってもいいんじゃないって言って、お金が理由なだけなんだったらね、辞める理由が。一口1000円から5万円までのコースを設定して資金を募った白井は、2400人を超える人からの応援があり、目標の400万円に対してなんと1400万円以上の資金が集まっている。
こんなに応援してくださってるんだって、まあ、自分でもびっくりしたし、やっぱりこうやって支援してくださった方には本当に感謝しています。これでなんとか競技を続けられる目処が立った。そんな中、ライバルとして競い合ってきた紀平梨花選手がシニアクラス挑戦1年目にしてグランプリファイナルを制覇、一気に世界の頂点に駆け上がる活躍を見せた。一方の白岩はグランプリシリーズに出場はするものの、表彰台には一度も立てていない。一緒に練習してて本人も分かってると思います。どういう練習をしてあそこまで行ったかっていうのを、ただ今まですごくこうまだ子供で、心が意欲っていうのがまだ欠けてて、ちゃんと自覚を持って努力をすれば、やっぱりその域まで到達すると思います。やる気スイッチを押すの本人ですんで、もう子供じゃないから、私たちはその自分の持ってポテンシャルが全開できるスイッチをいつ押してくれるかを待ってるんですけど。そして白岩がやる気のスイッチをオンにしなければならない大舞台を迎えた日本一を決める全日本フィギュアスケート選手権だ。世界フィギュアスケート選手権大会の代表選考を兼ねたこの試合、その切符を手にするためトップクラスの選手たちによるハイレベルな戦いとなった。白岩もこの大会で表彰台に上がればトップクラスの選手たちと肩を並べることができるチャンス。しかし前日のショートプログラムでは12位、この日は絶対にミスが許されない。なんと最初の連続ジャンプで転倒してしまった。その後ミスを取り返すため懸命に演技を続けた。しかし最終結果は9位に終わった。優勝したのはスピードとダイナミックな演技で観客を魅了した坂本花織選手だった。悔しいっていう言葉だけじゃ足りないくらいでも悔しいです。ジュニアの時はプレッシャーもなく何も考えることなく、ただそれなりの練習をしただけで
上位に来れたっていうところがあったのかなって。演技が終わった後には一瞬目頭を押さえるような仕草もありましたけれども、どんなものが、まあ、現れた瞬間だったんでしょうか。たくさんの方が応援してくださっていて、自分の演技が、できなかったっていうところがすごく悔しくて申し訳ないなっていう気持ちでした。では、テレビ取材以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。涙と引き換えに白岩が気づいたこと、それは応援してくれている人たちのためにも絶対に勝たなくてはいけない、そのための意欲が自分には足りないということだ。白岩は3月の世界ジュニア選手権に出場することを決めた。シニアで戦う選手がジュニアのリンクに立つのは異例なこと、しかし一から自分を鍛え直すには必要なことと判断したからだ。アスリートとしての自覚っていうのをもうちょっと持って、練習に対しての姿勢だとか物事に対する考え方、子供のままだと大人としての演技とかは、できないんだろうなって思うので、近い将来一皮も二皮も向けた演技で世界の大舞台に立つ姿を期待してるわよ。奥野さん、いかがでしょうか。いやでも本当にね、素晴らしい環境で今彼女頑張ってるじゃないですか。素晴らしいライバルがいて、素晴らしいコーチがいて、素晴らしいリンクがあって、もうあとは本当に自分がやるぞという覚悟をもう決めるしかないという、はい、もうそれ決めてはるんで大丈夫だと思いますよ、ね、みんな応援してますよね、安井さん。そう、でも負けることを知らない人っていないですからね、全勝っていうのはほとんどいないと思うんで、はい、でやっぱお母さんがおっしゃってたやる気スイッチがこれで入ったんじゃないですか、ね、ぜひね、楽しみですね。ぜひ頑張ってほしいなと思います、はい。